にちは、ホテル暮らし YouTuber の静香です。今日はハイアットリージェンシーに宿泊しているんですが、今から朝食ビュッフェを食べに行きたいと思います。ちょっとね、寝坊しちゃって時間がギリギリなんで、早速行ってみましょう。レッツゴー。朝食会場は桜坂になります。ここからは副音声でご紹介させていただきます。ビュッフェの時間は10時までなので、皆さんは寝坊しないように早めに行ってください。入り口にフルーツコーナーがあります。続いてこちらはチーズ、生ハム、サラミですね、ちょっとおつまみみたいなのがありますね。そしてサラダバーになります。続いて和食コーナー、筑前煮に焼きサバ、チャンプルーもありますね。こちらはお味噌汁とお豆腐、薬味もあって、なんとここで沖縄そばを食べることができます。すでに麺は茹でてあるので、こちらのお出汁をかけていただきます。なんとも沖縄らしいですね。ぐるりと回って、こちらにはコーンスープ、クリームシチュー、フライドポテトがあります。温野菜と卵料理も、目玉焼き、スクランブルエッグと卵焼きがあります。ソーセージも2種類、ベーコンも2種類ずつあります。私はサラダの上にこのカリカリベーコンをトッピングします。こちらのコーナーではシェフが作りたての料理を提供してくれます。フレンチトースト、ホットケーキ、ワッフル、もう全部食べたいです。こちらはサンドイッチとパンコーナーですね。ここのパンもまた全部美味しそう。朝食から戻ってきました。もうお腹いっぱいです。今からちょっとクラブラウンジの方に行っていきたいと思います。今回初めてクラブラウンジを利用させていただきました。会員の方はこちらでチェックインとチェックアウトの手続きができます。中にはドリンクバーやスナック菓子があり、オリオンビールもいただくことができました。クラブラウンジ内にはテラス席もあり、中はかなり広々としています。夕方の5時から7時のカクテルタイムにはアルコール類もいただくことができます。軽い軽食などもあり、こちらのおすすめはローストビーフだそうです。朝食をたくさんいただいたのでお腹いっぱいだったんですが、テラス席でチョコレートをパク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 食べていました。沖縄はもう梅雨入りしているのですが、眩しいぐらい天気が良かったです。テラス席からの景色はこんな感じです。那覇市内を一望できます。お部屋に戻ってチェックアウトの手続きをしたいと思います。本当に素敵な空間で、また泊まりたいなって思いました。ということで、今日も見てくれてありがとうございます。また明日の YouTube でお会いしましょう。バイバーイ。君の魔法が輝いて、僕の心を静かに照らす。キラキラ光る星のような君の魔法は眠ってる。少し昔のある話、君と僕が出会ったあの日。キラキラ光るそのページを君とめくる物語。